どうも皆さんこんにちは、梅田信之と申します。いつもご視聴ありがとうございます。ラサパーカ発売になりましたね。ついにスタートしたんですが、インスタグラムね、僕ねたくさんの方と、やり取りねメッセージさせてもらってますが、何人ぐらいかな、多分ね何人ぐらいかな、20人ぐらいの方がメッセージくれました。その中で、変えた方が、3人ぐらいかな、3人ぐらい。激戦区でしたね。なんか面白いです皆さんね、ラサパーカー参戦してきました、ダメでしたとかね、もうね参戦なんですね。チケットも参戦、ライブも参戦、グッズも全部参戦、もうね戦い戦ですもんね。激戦なんで、欲しいものがね買えないっていうケースがここのとこちょっとね、ここのとこちょっと多い。まあ明らかに、だんだんとね、お買い物しづらくなってきております。僕ねまだたった1年ぐらいですが、なんかねだんだんと、ライバルが増えてきてる感はありますよね。やっぱり藤井会さんの発信が、世にね、知れ渡ってますからファンが増えてます。グッズねなかなか手に入らないっていうケースがちょっと多くなってまいりました。でもね、元気なくさないように、気分落とさないように、ラサパーカーね、今回ラサパーカーだったんですが、今年はねいろんなラサがねまたね発売されます。夏にはね、ラサ T シャツ、ラサタオル、ね、ラサステッカー、ラサキャップね、ちょっと手元にあるんでちょっとね紹介しますが、僕もこれ、助けずに絆しキャップね、結構かぶってますよ僕これ。実際本当ね、ちょっとスタバ行く時とか、ちょっとコンビニ行く時とか、結構かぶってます。もうコーデュロイなんですけど、夏も冬も関係なくね結構愛用させてもらってます。なんかねコメントでね結構あります。梅田さんね、グッズ普段使ってますかと、部屋着になってますか、キャップとかいつもかぶるんですかって言われるんですが、これに関してはキャップに関しては本当に結構かぶってます。リアルにね使っております。それからモエヨロンティはね、モエヨロンティは1回来たかなぐらいですが、全然ね着ようかなって思えるぐらいの、別にそんな恥ずかしくもないしね、もし街の中であってね、もういいか、すごいね、すいません、結構ねしつこいんでね、すいませんね、みたいなね、ファンですかみたいな、そうなんですね、ね、ちょっと一緒にお茶でもってね、なるか、ならないか、すいませんね、ならないか、なるかもしれませんね、ちょっと話しましょうかと、風さんね好きなんですかっていうね、そんなことも、今んとこないけど、僕の住んでる町ではねあんまり見ないかな、一人いたかなぐらいで、あんまり見かけないんですが、どうですか皆さん、見かけたらねちょっと声かけたくなっちゃうかもしれませんね。ね、ラサパーカーちょっと今回ね、ちょっとかなり激戦区だったみたいなんですが、気を落とさずに、いろんなラサが今年は発売されますから、次がありますから大丈夫だと思います。それから12日の、旅路パーカーね、これがまたどうですかね、僕旅路のこれね、これバックプリントコットンのやつね、どうかな、厳しいでしょうね、なかなか厳しいと思うんですが、諦めずに、信じてね、狙いたいなと、参戦したいなと思います。コメントの中でもね、本当20人ぐらいの方がいいですよね、パーカー変えたか変えなかったかを、報告してくれるね人たちが、僕には20人もいます。これも本当にはっきり言って自慢です、嬉しいですね、こんなことになるなんて YouTube ね始める前には思ってもいませんでしたよ、ね、パーカー変えたか変えなかったかをわざわざね連絡くれるんですよ、僕のね自慢です、これありがとうございます。パーカー
ちょっとねこれ聞くに聞けない、ちょっと僕もすみませんね、うんちくで申し訳ないんですが、そうなんだって方がいらっしゃるかもしれないんで、一応ねちょっと1分ぐらいお付き合いください。パーカーというのはもともとアラスカに住んでいた民族イヌイットの方々たちが防寒用としてね、防寒用の衣服、例えばアザラシやトナカイの毛をね使ってこうフード付きのこうねフード付きの防寒服をね作った。こっから、動物の毛皮っていう意味があるんですね、パーカーってね、パーカーね、そういうところで、着ていた使われた防寒服がパーカーって言うんですね。だからフード付きの服をパーカーみたいなところがあります。でフーディーっていうでしょ、最近おしゃれな人がね、英語で言うとフーディーになるのかな、こういうねこういう形状の服を英語で多分言うとパーカーじゃなくてフーディーって言いますよね。フーディーっていうのは何かというと、スウェット生地のフード付き、これをフーディーっていうみたいですよ、どうやらね。だからフーディーっていうと、いわゆる僕らがね見てるパーカーっていうのはいわゆるフーディーですよね。でパーカーっていうのは起源は、そういうねアラスカの民族衣装、防寒服ってことで、ちょっとねテストに出ますんでよろしくお願いします。旅路パーカーの時もまた皆さんでねコメントやり取りがあると思います。僕もね旅路のパーカーは、ゲットできたらなと思っております。またね皆さんでここでシェアしたいなと思っております。パーカー買えた方よかったですね、おめでとうございます。買えなかった方気を落とさずに、次のラサがね待ってますからね、ラサラサッとサラサラッと行きましょう。すいませんね、何のシャリにもなっておりませんが、これで今日は終わりたいなと思います。買えた方ね本当におめでとうございます、万々歳ね、良かったですね。ということで、ここまで見てくださってる方中でもし今ねまだねチャンネル登録されてない方もしいらっしゃいましたら、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。フーディーパーカー。